はい、皆さんこんにちは。今回はですね、ベトコンラーメンの発祥のお店新京さんに、お邪魔してきました。まあ、ベトコンラーメンってこの愛知県だとよく聞くんですけど、まあこの辺発祥らしいんで、もしかしたら県外の人とか聞いたことないかもしれないんですけど、まあ、僕は結構好きなんでね、ちょっとレビューしていきたいと思います。まあ、調べてみるとですね、ベトコンラーメンは主に岐阜県とか愛知県のラーメン屋で提供されるラーメンの一種であるということが書かれていました。で、愛知県の一宮市が発祥らしいですね。で、このベトコンっていうのはなんかベストコンディションの略とか、まあ諸説あるんですけど、まあベストコンディションっていう言葉の略らしいです。で、結構このベトコンラーメンを提供している店って店舗数も少なくて、あの名古屋県以外ではあんまり知られていないらしいですね。で、ラーメン自体はどういうものかというと、なんかまあ、こう粗く砕いたニンニクがこう数個入ってるんですよね。こう見てもらったらわかるように、ニンニクがゴロゴロ入ってて、あとはニラとか長ネギとか、あともやしとか、なんか大量の野菜をそういう唐辛子とかで辛く味付けして炒めたものに、鶏ガラベースのスープを加えて、茹でた麺にかけたような麺になってます。で、スープとか麺自体に辛みはないんですけど、あの野菜炒めの辛さが混ざってるんで、まあ、だから辛みが少しあるんですよね。まあ、今回頼んだこれとかはもう鷹の爪とかがもうがっつり入ってますけど、なんでまあ辛いの好きな人とかは特におすすめですね。で、やっぱり名古屋市を中心とする地域のあのご当地ラーメンみたいな感じで、まあ、名古屋市って言ったらあのご当地ラーメンで同じように辛口の台湾ラーメンがあるんですけど、まあ、台湾ラーメンは上に乗せる具材にあのひき肉を使うんですけど、ベトコンラーメンではあの肉類をほとんど使わずにあの野菜中心の具材を使っているっていうのが違いですね。で、お店の歴史としては、1969年に一宮で開業したこの新京っていうお店が、ベトコンラーメンの発祥のお店となってます。まあ、開店当時はなんかあの過労とか夏バテの回復のためにそのニンニクと唐辛子を入れたラーメンをこうまかない料理として作ったのが発祥らしいです。で、実際味はどうかというと、めちゃくちゃなんか香ばしくて、こう野菜炒めが乗ってるんでめちゃくちゃ香ばしくて、あとニンニクのこう香りとかもね、こう鼻にツンときて僕は大好きですね。まあ、意外と麺とかとも合うんですよね、それが。うん、初めて発見した人すごいなと思うんですけど、まあ、ボリュームもあるし、あの鶏ガラのスープと野菜炒めと麺がすごいマッチしてて、めちゃくちゃ美味しい一杯ですね。で、なんか調べてみると、あのベトコンの由来はベトナム戦争のベトコンっていうのが南ベトナム解放民族戦線の、そういうあの戦士たちの勇敢なイメージにちなんでベトコンラーメンって名付けられたらしいんですけど、最初は、まあ、戦争がそう激化していったことから商品の名前にふさわしくないと考えられるようになって、その由来をあのベストコンディションっていう意味に変えたらしいですね。なんか当時はお客さんが食べると体調が良くなるってよく言ってたことから、ベストコンディションラーメンっていう、そこからベトコンっていう略になったらしいです。まあ、なんかニンニクをスライスして乗せてるところもあれば、こうここの新京さんみたいに丸ごと麺の上に乗せてるのもあって、まあ、僕はこの丸ごとゴロゴロこうジャガイモみたいに入ってるベトコンラーメンが好きですね。で、なんか餃子の王将でもベトコンラーメンを提供している店舗が岐阜県内にあるらしいんで、まあ、やっぱ東海地方ではある程度あの知名度のあるラーメンになってますね。まあ、県外の方でこう愛知県に遊びに来られる方とかね、あとまあベトコンラーメンそもそも食べたことないよっていう人はもうかなり美味しいんで、すごいおすすめできるんでね、まあ、ぜひ一度足を運んでみてはいかがでしょうか。はい、今回は僕からはこんなところで、ここからは早送りでお楽しみください。